バーバラ、堂々登場。治療なら任せてね。がっかりさせないから。このままだと眠くなっちゃうよ。きっとみんなまだ頑張っているんでしょ。だったら私たちも怠けてられない。そうだよね。元気がないの？私が作ったスパイシードリンク飲んでみて。シャキッとするよ。こんなに濡れて大丈夫？風邪ひいちゃうよ。うわっ！雪だ。冷たいな。こんなにいい天気は、明るい曲が合いそうだね。安心して、私吹き飛ばされたりしないから。おはよう。今日も頑張ってね。え、私の歌を聴きたいの？ごめんね。まだ公演の時間じゃないの。鹿狩りのスパイシーフィッシュが食べたいな。でも最近お腹の調子が。お疲れ様。ゆっくり休んでね。我が進むべき道を導く風よ。我が困窮した時に進み続ける力を授けたまえ。混迷の時に善悪を見分ける知恵を授けたまえ。不義に遭遇した時、戦う勇気を授けたまえ。お、ごめんなさい。お祈りに集中していて気づかなかった。何か用かな？私の願いは、周りの人たちに笑顔を届けることだよ。役に立てるだけで嬉しいんだ。ずっと一緒にいてくれてありがとう。私の夢に近づいてよ。これから先もよろしくね。誰もが胸に願い事を秘めている。みんなの願いを集めてみんなを幸せにすることが、きっと神様が私に与えた使命なんだと思う。モンドの外に広がる青々とした平野、本当に何度見ても飽きないな。でも世界には他にも綺麗な森があるんだって。海の向こうの稲妻国の方だよ。うん、やっぱりもっと貯めて。え、何を貯めるかって？えへへ、秘密だよ。ひまわりがずっと太陽の方を向いている姿って眩しいよね。実はお母さんがひまわり柄のドレスを送ってくれたの。でもいつになったら公園で着られるんだろう。代理団長、騎士団のリーダー、みんなが彼女のことを好きなの。え、私？私も当然とても尊敬しているよ。私はずっとリサさんに面倒を見てもらってきたの。もしリサさんもアイドルになったら絶対に全力で応援するんだ。喉が枯れるまで叫んで。あ、これじゃ他の人を驚かせちゃうね。以前はよくアンバーが急いで街の外へかけていく姿を見たよ。偵察騎士って本当に大変だね。ディルック様？この前エンジェルズシェアでの公演の時、ずっと眉間にシワを寄せてたよ。私の歌が気に入らなかったのかな。ウェンティの声はとても綺麗だよ。でも彼の歌は私の得意な歌とかなり違うんだ。こっそり真似してみたんだけど、あのメロディーはやっぱり複雑すぎるよ。ベネットはよく怪我だらけで教会に来るの。
本人は全く気にしてないし、いつも笑ってるけど。やっぱりもっと自分を大事にしてほしいな。お父様はファルカ大団長と一緒に出征したの。だからもし途中で何かあったら。あ、平気平気。だって大団長は北風騎士だもの。きっと大丈夫。私もお祈りするわ。シスターロサリアは近寄りがたいし、お祈りにも参加しないけど、なんというか、きっと彼女も風神様を信じてると思うの。でも彼女とお話しする勇気がないわ。ノエルはとても可愛いの。優しいし物おじしないし、一緒にいると落ち着くんだ。そうだ、ノエルが作ったお菓子も格別なんだよ。すごくいい匂いがして美味しいしヘルシーなんだ。騎士たちが剣を振るう姿ってかっこいいよね。君もそう思う？私も剣を持ってみたことがあるんだけど、残念ながら私は剣術の才能がまるでないみたい。みんなを癒してあげたい、それだけの気持ちで私は牧師になったの。みんなの役に立てれば何よりだよ。アイドル、アイリスから教えてもらったのは、優秀なアイドルは人々の心を癒せるって。とにかくそういうことだよ。私は毎日努力しているんだよ。この努力でモンドのみんなの信頼に応えられればな。いつも公演のたびに思うんだ。私って本当にモンドの人たち全員を癒せるのかなって。でもあなたを見ていると、一歩ずつ前に進んでさえいれば、いつの日か。え、少なくともあなたを癒したって？こういう時はたくさんの人を癒したって言うんじゃないの？それも悪くないね。みんなの顔に浮かぶ笑顔がずっと私を支えてくれるの。仲間がずっと怪我し続けている。私にはみんなの痛みを引き受けるだけの力はないの。でも一生懸命治療するね。きっとみんなを元気にしてみせるよ。ピリ辛小魚好き？二つあるんだけど。ほら、一つあげる。私、苦いものがあまり好きじゃないの。特にゴーヤとかね。バーバラのダンス、治癒力アップ。応援ありがとう。あ、いけない、少し興奮しすぎたかな。ドキドキが止まらないの。強くなるコツを教えてください。え、あなたに任せればいいって？ダメダメ、私も一緒に頑張るよ。ラン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 、キラッ。